金日成総合大学は朝鮮民主主義人民共和国の国立総合大学教育省の直属機関。金日成の総合大学の最も重要な任務は優秀な民族幹部を多く輩出することであるという号令のもと1946年10月1日創立され大学キャンパスは平壌大上区域の流南山の球場にある。 1948年に工学部が金策工業総合大学、農学部がピョンヤン農業大学、医学部がピョンヤン医科大学にそれぞれ分離し、1964年に外国語学部が分離してピョンヤン外国語大学となった。現在は14の学部、54の学科、604の学級で12000人もの学生が学んでおり、これと別途で夜間、 通信部で5000人が学生として登録されている。キャンパスには、本部棟、1号館、2号館、図書館をはじめ、近日清主席銅像、近日清同志革命主席館、近日清礼品陳列館など、近日清主席に関連した施設も持つ。学部は大きく社会科学部と自然科学部の2つに分けられ、それぞれの学部がどちらかに所属する形式をとる。また、 歴史研究所、経済学研究所、哲学研究所、法学研究所、物理学研究所など各種研究所が置かれている。アジア、アフリカ、ヨーロッパなどからの留学生受け入れも行っており、教授数は3500を数える。この大学の卒業生は、同国社会のエリート層をなしており、金正日、金正恩をはじめ内閣の時間級の3分の1以上が、 この大学出身者らで占められている、その他部門、ありがとうございます。